ましてや入っていないで、こう永井の方がむしろいいピッチング、1回2回を三者凡退で3回までランナー2塁を踏ませずということでいうといい状態で、この4回になると今度は上位打線に回るんですね、はいはい、これが一つの鬼門なんですね。まあ、そうなんですね、判定がないですからね、野球はね、ホームベース踏まなきゃしょうがないですからね。高め空振り三振、森岡を三振に取りました。ワンアウト。問題はこの後の2人でしょうか、ミレッジそしてバレンティンを迎えます。時々スライダー、まあ、少なめですけど、はい、スライダーを使ってきますから、だから今日はやっぱりランナー出てからになってくるでしょうね、問題はね。カーブ、空振り三振、106キロ、ね、2者連続三振で2アウト、はい、腕の振りがしっかりしてて曲げてるから余計いいんでしょうね、はい、ポンと上に上がってね、そこから打ってきますからね、はい、で冒頭の部分でもリポートが入りましたが、軸はぶれていない、うん、まあ、これで随分幅は広がります ね、もう簡単に追い込みましたからね、はい、まあ、あまりにもいいコースが来たのでもう一丁というね、はい、そんな気持ちで要求したかもしれませんね、はい、島根はね。フォークボール振らせました、三振。ヒット1本この回バレンティンに打たれましたが、アウト全部三振で取りました永井。4回の表まで2安打のピッチング、0対0が続きます。